船助は文久2年に創業。159年の伝統を持つ東京都台東区浅草橋に存在する佃煮の製造・販売の老舗である。船助の名は創業者である初代王の佐吉が醤油で船を漬け焼きした船のすずめ焼きを商っていたことと佐吉の名前の助に由来する。今でも続くその江戸前の味は一子宋伝の製法により、 初代からしっかりと受け継がれている。初代佐吉が草案したつくだには、それまで塩に出会ったつくだにを独自な改良のもと、現在のつくだにの原型を作り出した。これが、船助が、つくだにの元祖と言われるゆえんである。つくだに製造に実際に使用されている血追初代、佐吉のもっとタイである、家業に誠実たれを守り続けている。職人に頼ることなく主人が、 自ら釜の前に立ち、創業当時と変わらず、焚き木をへっついにくべて、秘伝のタレを使用している。船助の佃煮は創業以来変わらない製法で作られている。大正12年の関東大震災で消失する以前の店舗。右奥の家屋は、佐吉の開いた剣術の道場であった。文久二年二月十五日に、船谷佐吉こと初代、王の佐吉が浅草河原町に、 佃煮店として、船助すけを創業する。創業当初は夏に、旬の小魚や貝を佃煮として販売し、冬に、船のすずめ焼きを販売していた。佐吉とつくだ島の塩煮との出会いは、隅田川川口に釣りに出たおり、暴風雨に遭い、つくだ島に避難したことによる。佐吉は、船助すけを創業する以前、江戸四宿の一つ千住の名物、船のすずめ焼き等を飽きないとしていた。 避難した際に、現地漁師に振る舞われた雑魚の塩煮に感銘を受け、佐吉は佃煮を作りを始める。それまでの佃煮は、漁師の保存食であった魚介類をまとめて塩で煮るというものであったが、佐吉は独自な改良のもと、魚は魚、貝は貝というように素材を種類ごとに分け、当時まだ高級であった醤油を使用して、現在の佃煮の原型を作り出した。 明治43年に佐吉の五男海之助が二代目船や佐吉を継承する。同年8月に東京下町大水害が発生し、下町一帯が冠水するという未曾有の事態に陥った。河原町周辺は冠水の直接的被害はなかった。ものの、日本橋小賀市が冠水して、機能停止となる。そのため佃煮の原材料となる小魚や貝が、 入荷できない事態となる。不足の事態に困惑する海之助であったが、親戚の料亭では、ごぼうの煮物が食前に出るとの言葉から、ごぼうの佃煮を考案し、その不足の事態を脱した。これ以降、ごぼうの佃煮は、船助を代表する商品の一つとなる。明治45年海之助は、戸籍上から佐吉を襲名し、二代目、王の佐吉となる。 大正5年2代目、佐吉の死去に伴い、初代、佐吉の七、男城が3代目船屋佐吉を継承する。大正12年9月1日の関東大震災により、店舗を消失する。その際、初代佐吉が生み出したタレも消失している。同年11月に仮店舗にて営業を再開、大正15年には新店舗にて営業を再開した。 昭和元年の店舗の様子昭和13年に三代目、佐吉は弟の金森に池の旗船助分店を本郷区湯島店陣町で開店させる。昭和14年9月1日に第二次世界大戦が勃発。戦時物価統制令により昭和16年8月15日に船助は一時休業となる。当時は原料である醤油が入荷できても、 煮る小魚や貝が入荷できない。または、その逆の状態が続いたという。昭和20年3月10日の東京大空襲により、本店、池の旗分店ともに店舗が消失した。昭和22年4月1日に営業を再開、同年9月17日に株式会社船助を設立した。昭和23年、王の金森が船助からのれん分け、 日本橋室町に日本橋船助を開業する。なお日本橋船助の開業に伴い、三代目佐吉は弟の金森に対して一生孫四本のタレを分与している。昭和29年4月1日に船助三代目区、王の佐吉が日本橋船佐、王の金森に対して王の金森及び金森の直系貴族に限り、 船助の商標を無償で使用することを許可した。 昭和28年の店舗の様子。戦後に再建された新店舗。昭和37年2月15日に創業100周年を迎える。昭和41年に城が戸籍上から3代目王の先地を襲名した。昭和54年の店舗の様子。昭和59年に城三郎が4代目王の先地を襲名。昭和63年に 船助けビルを建設する。平成10年に四代目佐吉が小葉ゼの佃煮を半世紀ぶりに復刻。以来、季節限定の佃煮として販売されている。平成16年5月1日に王の誠隆氏が代表取締役に就任、五代目船屋佐吉を継承する。平成20年に又隆氏が五代目王の佐吉を襲名。平成24年に 創業150年を迎えた。平成30年2月に創業156年を記念して海苔のつくだ煮を復刻。海苔のつくだ煮は約70年ぶりの復刻となった。大野佐吉明治39年6月1日は江戸時代後期の商人。北新一刀流の達人でありながら醤油で魚介類を煮込むという強食されるつくだ煮の形を 作り上げた人物、船屋佐吉とも呼ばれていた。天保2年に、下佐国合氏であった、王の値総兵の子として、下佐国勝鹿軍九日、志村で誕生する。河栄年間に入り、佐吉は、剣の腕を磨くために、江戸に移住する。そこで佐吉は、神田尾玉家地の玄武館に入門、師範、千葉修作の下で、北進一刀流を学んだ。 佐吉の腕前は免許改伝こそ叶わなかったものの、明治には、佃煮製造の傍らで、自身の道場を持ち門下生を抱え、初流剣術試合を開催するなどその腕前は、確かなものであった。剣術修行に励む中で佐吉は、河合銀と結婚。八男五条を設けた。後に、浅草や奈橋に住む銀の親戚を頼りに、浅草河原町に土地を購入した。江戸で、 剣術修行に励む佐吉であったが、時代は幕末。揺れ動く世の中を見て、商人に将来性を感じた佐吉は、武士の身分を捨て、商人となることを決意する。佐吉は、今後の商いを探すため江戸を3日3番、歩き続けた末、江戸四宿の一つである千住の名物、船の雀め焼きと出会う。当時、江戸市中では、船の雀焼きは売られておらず、佐吉の売る、 船のスズメ焼きは江戸で好評を得た。これにより、佐吉は船や佐吉と呼ばれるようになった。安政年間に入り、佐吉は隅田川に趣味の釣りに出かける。その際、暴風雨に遭い、津倉島に漂着する。漂着した先で地元の漁師が振る舞ってくれた雑魚の塩荷に,に感銘を受ける。なお、 ザコの塩煮は、安政5年に、ボテフリの青柳才介スケによって、つくだ島の塩、茶から、つくだ煮と名付けられる。当時のつくだ煮は、魚介類を一式炭に海水で煮込んだものであった。ザコの塩煮に目をつけた佐吉は、当時大変高価であった、下草の醤油で具材を煮込むことを考案。さらに、具材は、従来のように一食炭に煮込まず、 種類ごとに煮込むという画期的なつくだ煮を生み出した。文久2年2月15日、つくだ煮専門店を開業。店名は、自身の野号である、船屋と自身の名前である、佐吉から、船助と名付けた。佐吉の生み出したつくだ煮は、江戸でた叩く間に人気を得た。明治年間、佐吉はつくだ煮を缶詰にして販売することを思いつく。 そこで三南広吉を3ヶ月間渡米させて、缶詰業の視察を命じる。その後佃には缶詰で販売されることはなかった。明治39年6月1日75歳坊津。つ。佐吉の死後、某南海之助が佐吉の名前と店を受け継ぐ。それ以後、船助の当主は、戸籍上から佐吉の名前を襲名。佐吉の編み出した製法は、158年続く。 現在も、名前と共に変化することなく、受け継がれている。現在、佐吉の名前と、技は彦である五代目、王の佐吉に引き継がれている。現在、船助の製造販売は、東京都台東区、浅草橋のみである。昭和十三年に、本郷区湯島天神町に、池の旗文店が存在したが、昭和二十年の東京大空襲で消失した。現在、 船助とは別に、日本橋船助が存在するが、別企業である。なお、日本橋船助は、昭和23年に、浅草橋から、のれんわけした企業である。文学者が、船助を登場させている。岩崎深夜、食の起源を訪ねて、月刊目1994年9月号、エモーチオ21、1994、北川兼行、 江戸への買い物道博報堂、明治33年、長井家か岡目笹、春陽堂、岩波文庫 ISBN9 兆7840億310万4194。ありがとうございます。